はい、匠ソフトの高井です。父、読後感2019年11月号、特集、語らざれば、憂いなきに至り。今日の箇所は、特集、語らざれば、憂いなきに至り。まさにこの場所からしていきたいと思います。いつもは1ページでまとめられている箇所ですけれども、今回はですね、2ページにまたがって、記載されておりました。詩がいくつか4つ5つぐらい、散りばめられておりまして、その詩の中に書かれている言葉、上っ面の言葉だけではなくて、その行間を読むということが今回の大きなテーマになっているのかなというふうに感じます。私たちもいろんな言葉を使います。また、いろんな文章を書きますけども、その中には、語れない言葉、語らない言葉、あるのではないでしょうか。特に、近しい関係の人、近しい間柄の人には、言葉をかけるべきなのか、言葉をこう控えるべきなのか、考えることって多いのではないかなというふうに思います。そういう面で言いますと、今の SNS、Twitter などの、あのようなものというのはですね、なかなか行間を読むということができなくなってしまうものなのかなというふうに思います。よく炎上ということで、皆さんもね、ご覧になること多いかと思うんですけど、作為的にわざと人の感情を揺さぶって炎上させる人、また炎上させることで、商売につなげようとする人、なかなかね、商売に見えないところが厄介なところですよね。炎上させて、注目を集めて、一つのところに集めていく。それをもって、今度は広告収入を得られるように、相手に気にさせるというかね、そういう作戦をとっていく。で、見ていくうちに、炎上させた人の人となりを見せていって、この人は信用できる人ですよっていうのね、挽回を図っていくというね、そういうやり方が今流行っているのかもしれません。ただこの私たち行間を読むというね、日本人ならではのこの詩や俳句の中にあるこの文化ですね、これは大事にしていきたいなというふうに思います。鋭利ではなくね、自分の私利私欲ではなくね、その人をおもんぱかって、相手をおもんぱかって、伝えるメッセージっていうのがあるっていうこと、そしてそれが日本には美しい文化として残っている。詩や俳句、歌もそうかもしれませんね。そういうものがあるということ、そのことは心に留めたいなというふうに思います。そして、今回のね、この箇所からは、本当に人って最後まで人として生きようと必死なんだなということを感じました。この詩の中でですね、それを感じました。耐えること、忍ぶこと、そのことを言葉に出してはいないんですけれども、その行間を読むときに、歯を食いしばって耐えてきた、また悲しみをこらえてきた、そのような人の生き様がわずかな文章の中で感じることができます。たくさん日本にはいい文章があります。一生のうちにどれだけその文章に触れられるか私も分かりませんが、私のこの残りの人生の中で、そのような素晴らしい文章をたくさん体験して、その時代、その文章を書かれた方の心に少しでも触れられれば、なんと幸いなことかなというふうに感じます。人はやっぱり人の中でしか生きていけませんし、また人のその思いを知るということってすごく大事なように思います。
皆さんはいかがでしょう。好きな俳句や好きな詩ってあるでしょうか。今回はですね、語らざれば憂えなきに似たりというタイトルがついている通り、あえて、語らないということも、まあ語るより説得力があったり伝わったりすることもありますよね。まあそんなことで、言葉を大切にしつつ、また言葉と言葉の節々の行間を大事にしつつ、いろんな文章に触れてみたいなと思います。はい、今日はそんなことで特集から読解してみました。それでは皆さん、また。